はい、今週も始まりましたクリムラ治の臨性相談動画バージョン、今週もクリムラさんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。今日はですね、スポーツ、ロードバイク以外のスポーツで自転車ってどう生きるのっていう話です。はい、読み上げますね。僕はペテル・サガン選手憧れです。登れるスプリンターと紹介されることもあります。下りもとても速い選手です。比較質ももちろんですが、サガン選手が去年に過去に MTB をやっていたこともあると思います。少し話は変わりますが、僕がこれまで出会ってきたスポーツの中で一番才能やセンスが大事なスポーツだと思います。もちろんそれだけでは勝てないと思いますが、今ワールドチームで活躍している選手たちは努力と才能を兼ね備えた選手たちだと思います。話を戻しますと、自転車という大きな括りで同じですが、またと言っていいほど違うロードと MTB ですが、他のスポーツの動きや経験はロードバイクで生きてくるのでしょうか、とちょっとこう長いね文章だったんですけども、要は他のスポーツ経験、自転車に行きますかというお話になるんですけども、こちら栗村さん今、ね、はい、多くの、ロードとは違 う, こう競技出身の選手が活躍している現状があると思うんですけども、このあたりこういかがでしょうか。はい、そうですね、これちょっと結論からあえて逆説的にお話をしますと、はい、これは僕の主観ですよ、間違ってたらごめんなさいなんですけど、ロード選手って極めれば極めるほど、はい、他のスポーツができなくなります。あ、そうなんですね。もうちょっと特化しちゃったって感じなんですかね。多分求められるフィジカルの能力とかその体の状態っていうのがものすごい特殊な状態に置かれるんですね、はい、で特にツールドフランスで総合を狙うような選手っていうのはもう無駄な筋肉もそぎ落として、で脂肪もなくて裸になるともう二の腕とかめっちゃ細いし、もうあばら骨とか出てるじゃないですか。で結構骨粗しょう症になるらしいんですよ。これ僕言えないんですけど、骨粗しょう症、言えた初めて言えた、はい、骨粗しょう症ね、はい、密度が低くなるやつですね。そう、はい、だから本当にまあ、なんか連想してもらうと分かると思うんですけど、クリス・フルームがツール・ド・フランス優勝してパリ・シャンゼリゼでガッツポーズ上げた日の夜にフットサルに出たら骨折しそうじゃないですかそうですね、疲労でもうなんか全部ダメになりそうですね、はい、だからまあ、なんでこれを言ったかっていうと、ロードバイクってすごく特殊な、なんかその人間ってやっぱり2本の足で地面に立ってでバランスをとって、さらにその他のスポーツだったら上半身も使ったりとか、まあ、するわけなんですよね。二足歩行がベースなんですけど、はい、自転車に乗る運動って自転車っていう機械の上に乗せられたエンジンになるんですね、人間が。あ、シャーシープラスエンジンなんですけど、はい、だから人間本来の動きじゃない状態に、まあ、前傾姿勢深くして、で空気抵抗を、まあ、少ないフォームにして、だからもう本来の人間じゃない形の状態に、まあ、セットアップするのがいわゆるツードフランスなので総合賞を狙う選手たちなんです、はいはい、でまずこれを最初ね、あえて逆説的にお話しました、はい、で、はいはい、でその上で例えばオフロード系の今競技マウンテンバイクとかね、シクロクロスとか、はい、で特にシクロクロスは、まあ、バイクから降りて担いだりとか、やっぱり二足歩行のところも要求されるのと、あとやはりロードバイクでタイムトライアルを走ってたりとか、ロードバイクが平坦を走ってる時なんかに比べると確実に上半身を使うので、うん、マチューファンデルプールとかワウトファンアールってやっぱり上半身がすごく発達しているのと、あと彼らはやっぱりシクロクロスをやってると体重がやっぱり 2,3 キロ増えるらしいんですね、冬の間に。だから筋肉量が非常に多いというところがあります。だからあとトラックの競技なんかも、まあ、種目によってやはり上半身ムキムキな選手もいますけども、はい、だから自転車競技も例えばロードレースでもクラシックレースのよね、ワンデーになるとまた感じは変わってくるんですけど、自転車競技の中でもやはりさっきお話したようなもうキワキワのガリガリになる種目レースがあったりとか、意外と全身の筋力バランスとかを必要とするような種目があったりします、はい、
で、これがまず2個目のね、自転車レースの種目の違いです。じゃあ今度他のスポーツ、はい、他のスポーツの経験とか、あとまあ自転車競技のマウンテンバイクのその経験が、ロードに生きてくるかっていうところなんですけど、これも結論から言うと僕は確実に生きてくると思います。確実に、はい、はい、でさっきお話したようにロードレースのトッププロ選手のキワキワな状態ってもうその人としてのある種バランスを崩した状態なんですよね。あ、はいはい、で多分これって10年ぐらいしか続かないと思うんですよ、うん、長くてね。だからもちろん1年のサイクルで見るとちょっとオフ休んで冬には一旦正常な体に戻してまたシーズン中キワキワな状態に戻すみたいな仕上げるみたいなサイクルをやると思うんですけど、例えばジュニアとか若い時からその人間のバランスを崩すキワキワな状態を常に作り出して、例えば14歳とか15歳の子がそれをやって、はい、で20年間35歳までそんなもう骨と皮みたいな感じの、状態でトップ選手って僕できないと思うんですよね。多分どっかで腰とかやっちゃうような気がするんですね、うん、そうじゃない人もいるかもしれないですけどね、はい、で若い時に例えば自転車ロードレースの選手に、その選手をやる時に生きない、まあ、要は無駄な筋肉とかもたくさんつける、それはもう人間としての基礎能力を高めるのは多分若い時しかできなくて、はい、で子供の頃に全身をくまなく鍛えられる運動をしてあげる、で成長過程で筋肉とか骨格がしっかりとしたものが作り上げられる、うん、で選手になってロードバイクの才能がありました、で20代になってからそういうキワキワのコンディショニングをして例えばツードフランスに勝つとか、うん、まあ、そういう極端な状態に仕上げることをすれば若い時に作ったベース、それはさっき言った骨格だったり筋肉だったり、あとは自転車を操るバランス、これも、うん、結局サガンの話ありますけども、彼なんかはやっぱりマウンテンバイク出身なんで自転車扱うのうまいですよね。でもあれは技術だったり体幹だったり、やっぱり若い時に身につけたものが未だに残ってるので、まあ、それは彼の強さになっていると思います、はい、だからイメージ的にロードって強化なんだけど、 あえて言いますよ、はい、ロード選手でって強くなるっていうのは強化なんだけど、強化であり進化であり人として退化するんです。退化、うん、そうですよね、日常の動きじゃないですもんね。そうなんですよ、だから人間が必要とする上で、うん、なるべくオフシーズンの間にこの退化を元に戻してあげる、そうするとまた翌年極端なコンディショニングと進化と、ね、強化ってできるんですけど、でもやっぱり結構極端なんですね、トップ選手たちはですよ。一般の方は、一般の方が自転車乗る分にはこんな風にならないですけども、はい、うん、そうだからまとめますと、はい、他のスポーツでベースを作るで、はい、オフロード系の競技でやっぱり体幹とか上半身とかね、筋肉量が増えるけども、ベースを作る、でこれをやっぱり若いうちとかにやっといてあげると本当のロード選手のキワキワな状態を作るときに確実に生きてくるというふうに個人的には感じております。もう今導入からまとめまで全てプリマさんにお話しいただいて僕はうなずいてるだけでしたけど、すごい綺麗にね、はい、納得のいく答えを、ね、いただいたのかなって、まあ、でもあれですね、若い人は本当にじゃあいっぱい食べていろんな運動をして、まあ、自転車に限らずもうランニングでも水泳でもいろんなことに取り組んだ方が将来的には幅が広がっていくかもしれないと、はい、ま、ず自転車も突破できるかもしれないと。そうですね、身体能力を上げるっていうのとやっぱり自転車選手というよりかはまずアスリートになる、これは一般の人も、うん、社会人レーサーにも言える感覚だと思うんですね、はい、アスリートになる、アスリートですね、はい、はい、いただきました、はい、若い皆さんね、いっぱいいろんなことに挑戦していただければなというふうに思います。はい、はい、ということで今週も栗原さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。バランスよくいろんなスポーツやりましょう。